こんにちは、わたるでございます。本日もまたまたご紹介させていただきたいものがございます。こちらです。韓国語ハングルでノグリと書いております。こちらラーメンです。ノンシンさんが発売している商品となっております。こちらなんですけれども、ノグリラーメンはコシのあるもちもちした太麺と貝、イカなどから取った海鮮エキスに唐辛子、ニンニクを合わせた海鮮うどん風のラーメンですとのことなんです。ではこのノグリとはどういう意味なのかというと、韓国語でタヌキという意味なんだそうです。でこのノグリとは、丸くて太い麺の形がタヌキを連想させるということで名付けられたブランド名ですということなんです。いや、一体どんなラーメンなのか気になります。それでは早速作って食べてみましょう。それでは実食。完成しました。こちらがのぐりラーメンです。この商品にプラスお野菜ですとか、あとはチャーシューですね、そしてきゅうり、卵を加えてこんな感じでアレンジしてみました。どうでしょうか。とっても美味しそうですよね。もういい香りが今ものすごく漂っています。早く食べたい。それではいただきます。それではいただきます。うわ、すっごい、本当に太麺なんですよね。うわー、すごいもちもちしてそう。いただきます。おいしい、ものすごくおいしいです。これ説明にも書いてあった通り、本当にまずこの麺もちもちしてるんですよね。とても歯ごたえがあっておいしいです。それでは次にスープをいただきましょう。いただきます。美味しい。あ、すごい海鮮風味が効いてて、しかもこれ香辛料も入ってるから程よく、まあ、ピリ辛というところなんですよね。うわー、このノグリとっても美味しいです。最高です。それでは引き続きいただきます。うわー、うまそう。本当にごちそうさまでした。本日私がいただきました、ノンシンさんが発売しておりますノグリでございましたけれども、この麺が本当にもちもちして歯ごたえがあってすごく最高の麺でしたし、またこのスープですね、海鮮風味がして本当に美味しかったです。そしてこの香辛料も入ってるので程よくピリ辛っていうところもまた気に入りました。本当に美味しかったです。ありがとうございました。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。わたるジャパニーズ、本日はここまでです。バイバイ。